共和国宮殿は、ドイツ民主共和国の首都東ベルリンの中心部に、あった建物。シュプレー川の中洲のシュロスプラッツと、ルストガルテンの間に立つ、近代建築で、東ドイツの人民議会の議場とコンサートホール、美術館、ボーリング場、ディスコ、13のレストランカフェバーなどが入居していた。プロイセン王国の宮殿。 ベルリン王宮の跡地に1976年に完成したが、1990年に閉鎖され、2006年から解体工事に入り2008年末には完全に撤去された。跡地にはベルリン王宮が2020年に再建されている。共和国宮殿の建設風景、1974年、かつてシュプレー川の中州にはベルリン王宮があったが、 1945年の空襲とベルリン市街戦で大きく破壊された。その廃墟は修復可能ではあったものの、東ドイツ政府によってプロイセン軍国主義のシンボルであるとされ1950年に爆破解体された。王宮南側のシュロスプラッツ、北側のルストガルテン、 その中間の王宮跡地は共に舗装され、1951年から1994年まで、マルクス・エンゲルス広場の名で呼ばれ、パレードなどの会場として使用されていた。ベルリン都心にできた空地をめぐり、1950年代前半には、東ドイツによる超高層の政府ビル案もあったが実現には至らなかった。1958年に西ドイツ政府が、 世界の建築家を招いて開いた将来の首都ベルリンをテーマにした建築設計協議ではこの一帯を文化ゾーンとする案が評価されこれに対抗して東ドイツ政府が開いた独自の建築設計協議では一帯を政治の中心とする案が出された1960年代から王宮跡地の内東半分に 政府ビルの建設が計画され、ハインツ・グラフンダー・タゴ名の建築家の設計により1973年から3年にわたる工事の末、1976年4月23日に共和国宮殿のオープンが祝われた。東ドイツの一般的で簡素な建築様式で設計された共和国宮殿は南北の長さ180メートル、東西の幅85メートル、 高さ三十二メートルで六階建ての白い大理石にブロンズミラーガラス張りの外観であり、中は大ロビーに吊るされた千一個のランプを筆頭に白く輝く大理石の華やかな内装が行われていた。北側の小ホールは人民議会の議場として使われ、一方幅六十七メートル、高さ十八メートルの六角形の大ホールはドイツ社会主義統一等々大会や、 国家的行事のほか、劇、コンサートテレビ番組の公開収録などに使われ、可動式の天井や壁により大人数から少人数まで多様な用途に利用できた。大ロビーなどは、東ドイツの芸術家たちの作品で飾られた。東ベルリン市民からは、共和国のバラスト、エーリッヒのランプ店、パラッツォ・プロッツォなどと悪口を言われたが、 音楽イベントの行われるホールやレストラン、バーといった部分には人が多く集まり、東ベルリン随一の人気スポットとなっていた。1983年10月には、西ドイツのロックスター、ウドリン・デンベルクが共和国宮殿でのライブ開催を許可されたが、彼は自身の有名な曲の一つで、ホーネッカー初期長を皮肉った、ゾーン・ディザッグ・ナー・ハポンコー。 歌わないよう事前に申し渡されたにもかかわらず歌っている。かつて共和国宮殿を舞台に行われた重要な出来事には、1976年、1981年、1986年のドイツ社会主義統一党の党大会のほか、党革命のさなかの1989年10月に建国40周年の前夜を祝い、 ソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ共産党書記長を招いて行われた祝典などがある。この式典では、東ドイツの体制支出を主張するホーネッカーに、ゴルバチョフは冷淡な態度を見せ、これが同月中のホーネッカー失脚に結びついた。ベルリンの壁崩壊後の1990年には、東ドイツで最初で最後のミニ主的に選出された人民議会が開催され、 東西ドイツ統合の方向が決められた。ドイツ再統一の直前、共和国宮殿の内部に大量のアスベストが使われていることが分かったため、人民議会の決定で1990年9月19日から、宮殿は一般の立ち入りが禁止されることになった。2003年までに、アスベストのすべて、及び内装は除去されて取り壊しができる状態となった。 ガラン堂の建物は2003年夏から一般に公開されたが、建築家や演劇人などからなる圧力団体、中間給電使用登録団体が政府に対して取り壊しまでの間、文化イベントのために自由に使わせるよう運動を起こし、2004年春からは様々なプロジェクトや展覧会が開催された数の観客を集めた。現代美術展、中国の平和洋展、 建築と都市に関するシンポジウム、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのライブなどが、その一部である。共和国宮殿は、東ドイツの負の歴史を物語り、東ドイツ生活の記憶と結びついた象徴的な建物であるとして、取り壊しに反対するデモや集会もあった。しかし2003年11月、ドイツ連邦議会は、共和国宮殿の取り壊しと、 ベルリン王宮の再建資金が集まるまでの間は、跡地を駐車場にすることを議決した。解体は2006年2月6日から15ヶ月の予定で始まった。解体作業は、周囲の歴史的建造物、例えば、ベルリン大聖堂などに衝撃を与えないよう慎重に、ゆっくりと進められ、解体費用は1200万ユーロに達すると見積もられた。 しかしさらにアスベストが発見されるなどして、作業は遅れ、解体完了は2008年末にずれ込んだ。解体後、共和国宮殿跡は地面が穴のように大きく剥き出しになった状態で、敷地の一部にはカラフルなコンテナ型をした仮設美術館が建っていた。ありがとうございます。